イヴァン・ビリビンの表紙絵による皇帝に捧げし命のリブレット。皇帝に捧げし命は19世紀ロシアの作曲家、ミハイル・グリンカが作曲したオペラ。リブレットは、老前男爵他による。当初の題名は、オペラの主人公の名前から、イヴァン・スサーニンとされていたが、検定を受けたロシア皇帝ニコライ一世が、返礼として、このように名付けた。前後幕、または4幕と、 エピローグからなる。従来のジングシュピールの息を脱した、ロシア発の本格的オペラとして、活気をなす作品であり、1836年の初演以来、ロシアのオペラ劇場で、高級的なレパートリーとして定着した。物語は17世紀初頭のロシアが舞台。ロマノフ王朝の祖となった皇帝ミハイル・ロマノフを、ポーランドの干渉軍から守るため、 農夫のイヴァンスサーニンが自身を犠牲にするという伝説的なエピソードを描く。ロシア農民を国民の中に位置づけるのはニコライ一世時代のイデオロギーである完成国民性に基づくものであり、これを歌詞の面からも音楽の面からも正面から取り上げ成功させた作品である。下って20世紀のソビエト連邦時代には セルゲイ・ゴロデツキーの新しい歌詞により、プロローグと4幕のオペラ、イヴァンス・サーニンとして1939年に、初演された。36歳頃のミハイル・グリンカ・グリンカは、健康が優れず、暖かい気候が必要との意思の勧めにより、1830年から、イタリア、ドイツに旅行した。イタリアでは、ミラノ、ローマ、ナポリに滞在して、ヴィンチェンツ・ォベッティーニア、 ガエターのドニゼッティにあってイタリアオペラを研究し、1833年からはベルリンでジークフリートデイに音楽理論を学んだ。1834年5月、父の死の知らせを聞いたグリンカはロシアに4年ぶりに帰国する。サンクトペテルブルクでは詩人バシーリー・ジュコーフスキーの貴族的な文学サロンに出入りした。 グリンカは、ロシアの国民的テーマによるオペラの着手を考え、ジュコーフスキーに相談した。この時、グリンカの念頭にあったのは、ジュコーフスキーの短編、マリーの森だったが、ジュコーフスキーは、イヴァンス・サーニンの物語を使うよう助言した。私がロシア語のオペラを作りたいという抱負を語ると、ジュコーフスキーはそれに心から賛同し、イヴァンス・サーニンの題材を進めてくれた。 森の場面が深く私の印象に残り、私はそこに、ロシア独自の特徴的な性格を見出したとグリ林カは、後に、回想録に記している。ジュコーフスキーは自身で、オペラのエピローグのテクストを書いたが、当時皇太子だった、アレクサンドル二世の教育係をしていたことをはじめ、公務に忙しいことを理由に、宮廷の同僚だった、エゴール・ローゼン男爵に、台本執筆を依頼した。 また、ローゼンが関わる前に、ウラディーミル・ソロングプが、大一幕冒頭の合唱と、アントニーダのカバティーナ及びロンドのテクストを書いた。ローゼンは、コンドラチ・ルイレーフのバラード、イヴァン・スサーニンに基づいて脚色したほか、オペラで、標準的な予営賞を可能にするために、主人公の家族を増やした。脚本は1834年の暮れに出来上がり、 これをもとに作曲と台本化が別々に進められた。後に台本をローゼン男爵に担当させるよう助言したのは皇帝ニコライ一世だったことをローゼン男爵の娘が明らかにしている。グリンカはロシアとポーランドの対比を音楽的に描くという基本構想を練り上げており、フランスで流行していた救出オペラへの精通や国家的イデオロギーへの強い共感、これらを 象徴的に音として表現したいという熱意から集中的に作曲し、序曲をはじめとして音楽がしばしば台本に先んじるほどだった。また、初演において、バーニャ役のボロビヨバがセンセーショナルな成功を収めたことから、彼女をより引き立てるため第4幕にバーニャの修道院門前の場面が追加されることになり、この部分のテクストを詩人で、グリンカの親友の一人ネストルクコリニクが書き、 音楽は、初演から10ヶ月後の1837年10月に、作曲された。1836年の初演で、オシップ・ペトロフが演じたイヴァンス・スサーニン、皇帝に捧げし命は、1836年11月27日、カッテリーのカボス式により、サンクトペテルブルクボリショイ・カーメンルイン劇場において、初演された。初演者は、オシップ・ペトロフ、マリア・ステパノバ、 アンナ・ペトロバ・ボロビヨバ、レフ・レオ・ノフラである。この初演は熱烈に歓迎され、その後1ヶ月余りで11回上演が繰り返され、翌1837年も評判は衰えることなく、満席での上演が続いた。文学者のニコライ・ゴーゴリは、我が、ロシアの国民的モチーフを題材にすればどんな、オペラだって出来上がらないことはない。 クリンカのオペラは素晴らしい短所でしかないのだと称賛した。ウラディーミル・オドエフスキー公爵は、第4幕のイヴァンス・サーニンのモノローグについて、メロディーはロシア的性格の純粋さを全く失うことなく、今まで聞いたことのない最高級の悲劇の様式を達成していると激賞した。しかし、一部の貴族たちからは、魚社の音楽との不評もあった。 皇帝に捧げし命の上演成功の功績によって、グリンカはニコライ一世から4000ルーブルの値打ちのある指輪を廃領し、1837年1月には宮廷合唱団の学長に任じられた。グリンカは廃領の指輪を妻マリアに捧げた。しかし、マリアとの仲は次第に悪化し、1839年夏には別居状態となる。離婚手続きには、 時間がかかり、2年後の1841年5月に離婚の申し立てが登録され、実際に決定が出たのはさらに5年後の1846年5月である。帝政ロシアでは、これ以降オペラシーズンの冒頭に皇帝に捧げし命が上演される習慣が定着した。ロシア国外では、1866年にプラハでミリー・バラキレフの指揮によって初演されており、 皇帝に捧げし命は外国で上演された最初のロシアオペラとなった。なお、バラキレフがグリンカと出会ったのは1855年、バラキレフ18歳の時であり、この時バラキレフは皇帝に捧げし命の主題に基づく自作の幻想曲を弾いて聴かせ、グリンカを喜ばせている。その後、イギリスでは1887年7月12日に、 ロンドンのロイヤル・オペラ・ハウス、アメリカでは1936年12月12日にサンフランシスコで初演された。また、ソ連時代のセルゲイ・ゴローデツキーの台本によるイヴァン・スサーニンは1939年2月21日、モスクワ・ボーリショイ劇場においてサムイル・サモスード式マルク・レイゼンのタイトルロールによって初演された。ヒョードル・シャリアピンが演じる イヴァンス・サーニン以下の配役及び進行は、シングローブ・オペラ辞典及び、ロシア音楽辞典に基づいています。動乱時代末期の1613年冬、シャチャ川沿いのドムニの村。村の男たちが皇帝と祖国への忠誠を、女たちは、春の到来を歌う。イヴァンス・サーニンの娘アントニーイダは、婚約者であるボグダン・ソビーニンを慕う気持ちと婚礼が近づいたことを歌う。 国の危機を憂れイヴバンは今は結婚式どころではないとたしなめる。川から船に乗ってソビー人が到着し全国会議においてミハイル・ロマノフがツアーリに選出されポジャールスキー公が義勇軍を結成したと話す。イヴバンは皇帝が正式に即位すれば二人の結婚を認めようと答える。ポーランド軍司令部の武闘会。将校たちが ポロネーズやクラコビアを踊り、ロシアに対する勝利を誓っていると、伝令が、ミハイルのロシア皇帝選出を伝える。ポーランドの王子ブワディスワフを支持する兵士たちの一部は、ミハイルを捕らえて、即位を阻止しようとミハイルの潜伏先コストロマに向けて、出発する。スサーニンの家。イヴァンの養子、バーニャが、スサーニン家に育てられた幸福を歌っていると、イヴァン、ソビーニン。 アントニーダが加わり、婚礼の喜びを歌う予営賞となる。ソビー人は、婚礼の準備のために出ていく。そこへ、ポーランド兵が現れ、イヴァンに、ミハイルのところまで案内するように要求する。イヴァンは同意したふりをして、修道院にいるミハイルの部下たちに気球を伝えるよう、バーニャに密かに命じる。イヴァンが殺されることを予期したアントニーダは、父親にすがりつくが、 ポーランド兵によって引き離される。イヴァンが兵たちと出て行き、泣いているアントニーダのところへ彼女の友人たちが、婚礼前の別れの縁のためにやってくる。アントニーダは何が起こったかを一堂に告げる。ポーランド軍の侵入を伝え聞いたソビー人が、村人たちと駆けつけてきて、復讐を誓う。イヴァンスサーニンの死モスクワの赤の広場。ミハイルの体官を祝う、群衆の中に、アントニーダ。 ソビー人、バーニャがいる。イヴァンの死を嘆く彼らに、兵士たちは、あなた方の父親の犠牲を、皇帝は決して忘れないだろうという。金の音が鳴り響き、全員が皇帝への参加を歌って、幕となる。グリンカ以前に作られてきた、ロシアオペラは、同じ題材に基づくカッテリーのカボスのイ、イヴァンスサーニンもそうであるように、ジング・シュピールと呼ばれるセリフのついた歌芝居の、 洋式であった。皇帝に捧げし命は、ロシア語の歌詞に基づきレチタティーボとアリア、アンサンブル、合唱という音楽ナンバーを組み合わせた、ロシア発の本格的なオペラである。また、悲劇的結末を受け入れない当時の習慣に従って、カボスのイヴァンスサーリンでは、主人公イヴァンが最後に救出されることになっていたが、本作では、フランス革命期に流行した。 救出オペラの技法を用いながら、イヴァンが救出されず噴死する悲劇とした点でも、ロマン主義的な新規軸を打ち出しており、西ヨーロッパ最新のオペラとも被験し得る独自性を持っていた。この作品の歴史的意義は、ロシア音楽の過去と未来に境界をつけたと言われ、プーシキンやゴーゴリなど同時代の文人にも、称賛された。日本のロシア音楽研究者で、 ロシア音楽の魅力グリンカムソルグスキー・チャイコフスキーの著者、森田ミノールは皇帝に捧げし命について、このオペラは1836年の初演以来、常にロシアのオペラ劇場の定番としての地位を保ってきた。その意味では、ロシアを音楽史上でまさに例外的に重要な位置を占めるとし、グリンカがロシア音楽の父と呼ばれる根拠として本作を挙げている。 バシーリー・ジュコーフスキー・イヴァンス・サーニンは17世紀初頭のロシア・ポーランド戦争においてロシアに侵攻してきたポーランド軍に対して抵抗したとされる伝説的英雄である。全国会議で皇帝に選出された当時16歳のミハイル・ロマノフはコストロマのイパーチー修道院に潜伏しており、この時ポーランド軍の捜索隊から若き皇帝の居所を隠し通し、 拷問の末に命を落としたのが地元の農民、イヴァンスサーニンだったとされる。この天末は1619年、イヴァンの娘婿であるソビー人に与えられた特別免除状に記されており、以降のロマノフ朝の皇帝たちは、スサーニン家の子孫に対して代々特別免除状を更新してきた。イヴァンスサーニンの名は1792年にロシアの歴史文献に書き加えられ、 その過敢な行為は1812年ロシア戦役でのナポレオン軍に対する農民のパルチザン活動にもなぞらえられた。1817年にはセルゲイ・グリンカによって青少年のためのロシア史に掲載されるなど教科書にも登場する人物としてロシア人の愛国心に組み込まれた。ロシアのロマン主義文学においてもイヴァンス・サーニンはルイレイフによる同盟バラードをはじめとして 舞台作品の定番的人物であり、グリンカのオペラ初演を指揮したカッテリーのカボスは、1815年に同名のジング・シュピール作品を作曲していた。グリンカが受講コーフスキーと信仰を持った頃には、ニコライ一世の統治下で、定正体制の基本理念である、先生、政教、国民性の一端を担う、完成国民性が衝動され、 ロシアの国民的かつ愛国的芸術館は、完成国民性の教養の一部として新たな意味付けが与えられていた。詩人であるとともに、ロシア宮廷に仕えて、皇太子の養育館でもあったジュコーフスキーは、その最も熱心な旗振り役の一人だった。一回の農夫が、ロマの不調自立の大義に命を捧げるというテーマは、そうした理念を裏打ちする格好の材料であり、 ジュコーフスキーはグリンカに提案する前にも、歴史小説家、ミハイル・ザゴースキーンに、イヴァン・スサーニーの題材を進めていた。したがって、皇帝に捧げし命は、ロマノフ朝の成立史を扱っているものの、史実性や事件性よりも物語のイデオロギー的な意義を、公然と語ることにその主たる関心が置かれ、国家の繁栄なくして、個人の幸福はないあるいは、 王朝への真剣への熱烈な復讐というメッセージが強調されている。皇帝に捧げし命の音楽は、ロシアの音楽とポーランドの音楽の対立関係をオペラのドラマトゥルギー的な構造としている。これらについて、グリンカは民族的な素材を用いながら悲劇としても高い水準を達成し、英雄的なドラマの中心に据えることに成功しているが、これには、 オペラの主要人物が農民であり、民族的な語法を取り入れることに違和感がなかったことが寄与している。登場人物のうち、ロシア人には、叙情的で不規則な白雪、装飾音を伴った4度あるいは5度加工音による、終止形、平行調単調の工作など、特徴的な可変戦法を用いている。これらは、ロシア民謡のプロチャーチナヤを、都市の世俗ロマンスをモデルとして、 西ヨーロッパ風に様式化したものである。こうしたロシア的様式は、大一幕アントニーダのカバティーナと最後の名称に典型的に見られる。一方で、ポーランド人は三拍子のポロネーズやマズルカ、シンコペーションを多用した二拍子のクラコビアクといった、ポーランドの民族部局のリズムによって、集団的に表現され、大二幕は、こうしたポーランドの部局で占められている。また、 第三幕では、我らがロシア皇帝に栄えあれ、神が我らに与え主君よ、その王家の永遠ならんことを、それにより、ロシア人民の派んことを、受コフスキーによる四行連死、我がロシアに栄えあれ、我がロシアの大地に栄えあれ、我らの愛する、我らの祖国が、とこしえに強くあらんことを、コロデツキーによる、改作そもそも、民謡様式の利用は、 完成国民性の競技に基づき、オペラに民衆的な登場人物の存在を反映するように意図されたものであった。グリンカはイヴァンスサーニンを性格づけるためにロシア民謡を用いているが、それはイヴァン個人としてではなく、国民性すなわちロシア国民全体を表現するためであった。実際には民謡から取られた戦律はごく少なく、 オペラではそれほど重要な役割を果たしていない。例えば、第一幕の合唱は、バラライカに似せたピチカート伴奏などが、民謡風という程度にとどまっている。第一幕のイヴァンの最初の変化は、ロシア民謡、御舎の歌に基づいている。第三幕の花嫁の友人たちの合唱では、ロシアの婚礼歌に、特有の語拍子を用いているが、旋律自体は、グリーンカの創作である。 なお、これによりグリンカは五拍子の曲を作った最初の作曲家となった。第四幕の大詰めでは、ロシア民謡、母なるボルガが特徴的な動機の形に煮詰められてオスティナートとして用いられる。エピローグの合唱、栄えあれの歌詞はジュコーフスキーによるもので、グリンカはこの部分を17世紀から18世紀にかけてロシアで流行したカントの様式を用いて作曲している。 この主題は、第一幕冒頭の合唱主題に関係しているほか、序曲の最初のフレーズにもつながっている。栄荒れの主題は、ニコライ一世及び、アレクサンドル二世の時代。これらは、皇帝に捧げし命が、物語の上でも、音楽の上でも、完成国民性の競技に貫かれた作品である、ことを意味している。一方で、グリーン化の音楽は、 当時のロシア上流社会の悲壮な国際主義を映し出してもいる。当時のロシア貴族たちはフランス語で会話し、ドイツ人やフランス人の家庭教師、イギリス人の馬蹄たちに貸し付かれ、西ヨーロッパを広く旅行した。彼らにとってロシア的なものは幼年時代に過ごした田舎の夏休みや、ノードやウバたちの歌や物語、聖教会の礼拝といった感傷的な思い出によって、 結びついているのみであった。皇帝に捧げし命の音楽も、基本的には、イタリア風のオペラ様式に、多くのフランス風の特徴やいくらかのウィーン風の舞踏音楽、ロシア民謡の素材などを織り込んだ折衷的なものとなっている。ソ連時代に開作された、イヴァンス・サーニンの舞台1917年のロシア革命後、皇帝に捧げし命は一時的に、 ロシアのオペラ劇場のレパートリーから外れたが、詩人、セルゲイ・ゴロデツキーによる新たな歌詞を付されたプロローグと四幕のオペラ、イヴァン・スサーニンとして、1939年2月21日にモスクワボリション劇場で初演された。ゴロデツキーのイヴァン・スサーニンは、皇帝に捧げし命の台本から訂正に言及した歌詞を、ロシアの第一と民衆への惨事に置き換えたもので、 スターリン時代の愛国信仰用に利用された。以降、このオペラはほとんどゴロデツキー版によって上演、録音されてきたが、ペレストロイカ末期の1989年、皇帝に捧げし命にタイトルを戻した、帝政時代の版が、モスクワボリショイ劇場において復活上演された。これらについて、シングローブオペラ時点では、歌詞、音楽ともに、 完成国民性のイデオロギーによって統一された。この作品において、ゴロゲツキーの台本は、その調和を崩すものとし、代用の台本はやがて消え去る運命にあると述べる。一方、森田実によると、1989年の皇帝に捧げし命復活上演やその後のミラノスカラザでの再演については、演出が不評であり、1945年の バラトフ演出によるゴロデツキー版、イヴァンスサーニンが1997年に再び上演された。この時のプログラムでは政治的理由からではなく演劇としての美学的基準のみに従ったとされている。以下の画像はロシアの舞台美術家、ウラジーミルタトリンによる皇帝に捧げた命の舞台デザインである。ありがとうございます。